常識を捨てろ。サッカーは相手より多く点を取るスポーツだ。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。己のゴールを何よりの喜びとし、ゴールの瞬間、そのためだけに生きる。それがストライカーでしょ。俺はこのブルーロックで生まれ変わる。世界一のストライカーになるのは俺だ。テレビアニメブルーロック2022年放送。